はい、うっちゃんねるです。今日も新ハラゴ編ということで、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、今日は何をやりましょうか。はい、はい、今日はスリランカの地名編。地名編、はい、これはちょっと地名的ですね。そうですね、チーンみたいな。はい、はい、行ってみよう。行ってみましょう。はい、スリランカの地名ですね、皆さんもいろいろ聞いたことがあると思うんですけど、はい、実はですね、英語の表記というか、うん、英語の名前と現地のシンハラ語名というのが別の地名がありますね。でも全部じゃないんですよ。いくつか別々のものがあるし、同じものもあります。はい、なので今日はその別々のものをいくつか紹介したいと思います。はい、そうですね、はい、代表的な例で言うと、はい、コロンボ。コロンボ、はい、コロンボ、コロンボじゃないんですか。コロンボはコロンボじゃないんですよ、実は。はい、はい、コロンボはシンハラ語でコランバと言います。コランバ、はい、実際にはですね、もうコロンボってかなり英語を使う人もいますし、うん、コロンボでみんな通じてはいるんですけど、うんうん、例えば道路標識、バスの行き先、はいはい、というのは英語、シンハラ語、タミル語が並んでると思いますが、うん、はい、英語ではコロンボと書いてあって、シンハラ語ではコランバ、コランバと書いてあります。はい、シンハラ語は多分ね、読めないとあんまり意識しないことだと思います。はい、はい、逆にですね、すごく現地名と英語名が違って混乱するというか、現地の人たちはシンハラ語名で言うことが多いのがキャンディーですね。うん、キャンディー、そうですね、はい、キャンディーはシンハラ語でマハヌワラと言います。マハヌワラ、はい、マハヌワラなんですが、省略してヌワラ、ヌワラって呼んでますね。はい、そうです。はい、そう、これ気をつけなくちゃいけないのは、ヌワラエリアってあるんだけど、はい、紅茶の産地の、はい、ヌワラエリアを略してヌワラとか言っちゃう人がいない。日本人とかで、はいはい、それスリランカではキャンディーのことがね、ヌワラっつったら、はい、ヌワラ行ってくれてたらキャンディー連れて帰りたいからね。そうですね、確かに、はい、結構遠いですからね。そうなんですよ。うん、コロンボは現地の人もコロンボという人が結構いますが、キャンディーに関しては多くの人がヌアラと呼んでいます。そうね、特にシンハラ人はキャンディーって言わないんじゃないですか。はい、特に私の住んでいたマータレはキャンディーのそばだったんだけど、誰もキャンディーと言わないですね。もちろんキャンディーと言って通じはするんですけどね。通じますけど、はい、それは英語名ってことだよね。はい、そうです。シンハラ語ではマハヌワラ、省略してヌワラと言います。はい、はい、では次はですね、南部の有名な観光地ゴール、ゴールですね、はい、ゴールというのも実は英語、うん、そうですよね、ですね。シンハラ語名はガッラと言います。ガッラですね、ガッラ、伸ばします。はい、ガッラ、ガッラとも言いますね。はい、ゴールって言っても微妙に通じないですね。ガッラ、ガッラ、微妙ですかね、発音が。難しいんだよね、人によってちょっと違ったりするから。そうですね、はい、うん、なので英語名はゴールで、シンハラ語名はガンラと言います。はい、はい、そしてコロンボ、コランバからキャンディー、マハヌワラの間にあるケゴール、うん、ケゴー ル, ゴール、はい、あまり観光で行くことはないですか、ね、ないですね。強いて言えばですね、ピンナラワラっていうゾウの孤児院があるんですけど、はい、あそこ行くときにありますね。はい、だから、はい、みんなが行くときとかには通ったりするかもしれないですけど、はい、コロンボキャンディー館ですね、はい、はい、にあります。ケゴールというんですが、シンハラ語ではケガラと言います。ケガラ、はい、ではケガラの方がもちろんメジャーですね。そうですね、その方が通じるかな、うん、逆にケゴールとか言ってもは？みたいに、まあ、その顔わかります。どこだよそれみたいな、発音が違えんだよみたいな、はい、感じになるよね。ありますね、それは結構ありますね。そうなんですよ、はい、そこはね、コロンボからキャンディーに行く途中で、その辺でトイレ休憩じゃない、それ、はい、その辺で紅茶飲んだりする時もあるんですよね、はい、車で行ったりする時も、はい、そんな感じなんですよ。そんななんか大きな都市ではないですよね。そうなんですよ。ただそこにね、伝説のレストランがあって、はい、浜田さんってカラピンチャさんって、はい、神戸のレストランやってる方がいるんだけど、はい、そこの修行したレストランがあるんですよ、はい、キャーガーで。今にも、今でもありますよ、もちろん、はい、美味しいラサイ。そうなんです、はい、ぜひ立ち寄ってみてください。豆知識、名前も知らないのに。名前なんだっけ、忘れてた。名前書いておきます。はい、書いておきます、はいはい、では次行きましょう。次は北部に行きましょう、うん、北部はですね、どちらかというとタミル人が多く住んでいる地域ですね、はい、ジャフナと英語名では言います、はいはい、ジャフナはシンハラ語でヤーパナヤです。ヤーパナヤ、はい、ヤーパナヤです。ヤーパナヤは
私が住んでいたお家の人たちも誰もジャフナとは言わなかった、みんなヤーパナヤ。そうですね、シンハラの人たちはそういうのいますね、うん、いますね、うん、ただですね、シンハラじゃあんまり行かないんだよね、実はね、あんまり行きたくないみたいな感じがあって、まあ、で、俺は行ったりすると結構、うん、そんなとこ行ったのかみたいな感じで言われたりするわけ。なるほど。ちなみにヤーパナヤは宗教も違いますし、語学というか言語も違うし、そうですね、民族宗教みんな違うので本当に違う国みたいに私は感じました。そう、インドみたいな感じも、はい、うん、スリランカに行った際にはですね、違う国の感じが楽しめますので、ぜひヤーパナヤにも行ってみてください。結構距離はありますけどね、うん、はい、遠いんだよね。遠いですね、はい、はい、そして今度東部ですね。東部の方はトリンコマリーという、トリンコマリー、はい、ところがあります、はい、トリンコマリーは結構海が綺麗ですね、はい、はい、そうですね、はい、大きいホテルがありますかね、何でしたっけ、うん、トリンコなんかブルーみたいな、何でしたっけ名前、ああ俺そこ泊まったことあるよ。あ、ブルー、本当ですか。綺麗なとこですよね。島があるんだよね、知ってますか、島、ビジョンアイランド、はいはい、ビジョンアイランド、ビジョンアイランドとかめっちゃ綺麗ですよ、はい、すごい海が綺麗、透き通って見えるんですよ、下の、はい、もう葉、土が、土が、そうです、私行ったことないんですよ。そうですか、2回行きましたから、ね、すごい好き、ビジョンアイランド、いや、それツアーでね、あー、なるほど、はい、なるほど、トリンコマリーはティリクナーマラヤと言います。ティリクナーマラヤ、全然それは逆に聞いたことないそんなの言うの本当に、いや、言います、言います、でもトリンコとか言いますね、トリンコでいいんじゃないのそれ一応地図表記はそうなんです、うん、ぜひ豆知識で覚えておいてください。なんですか、トリンティリクマーマーラティリクラーマーラまあまあそういう地名らしいですね、はい、はい、すいません、下が回らない、はい、はい、あと次ですね、チラウ、チラウ、はあ、チラウね、チラウありますね、はい、チラウはこの西海岸になりますね、はい、あんまりそこを目指してはいかないですよね。チラウは通り道みたいな感じなんですよ。どこに行く道なのか分かんないからよく通るんですよね。チラウは北の方行く時に通るんですよ。そうですよ、チラウっていうのはね、結構ムスリムの人たちが多いところですね。で、あとこっちの半島があるんですよ、カルピティアって言って、はい、そっちに行く途中にあるんですね、チラウ。そうですね、チラウはハラワタ、ハラワタ、はい、それシンハラ語で、はい、シンハラ語で、知らない私も知らない知らないの教えていいのハラワタ、ハラワタ、ハラワタ、もうハラワタにえくり返るみたいな感じですよねそうですね、覚えやすいハラワタにえくり返る、ありがとうございます、はいはい、では次ですね、次はコロンボに近い都市ですね、はい、うん、マウントラビニア。マウントラビニアはね、ガルキッサです。ああ、いいですね、ガルキッ キッサ、はい、はい、これうっちゃんさん知ってましたね。知ってますよ、だってガルキッサって言うし、シンハラ人は大体マウントラビニアって言わないよね、うん、ガルキッサって言います、はい、あんまり私マウントラビニア自体に行かなかったから聞かなかったんですけど、うっちゃんさん結構行ってますもんね。マウントラビニアホテルっていうのがあって、そこにパブリッシュシェフ、はい、我らのパブリッシュシェフが料理長をしている、はい、マウントラビニアホテルっていう、はい、有名なホテルなんですけど、真っ白のね、そうです、アクアの、はい、それがガルキッサですよ。うーん、ガルキッサ、そんで俺は少し住んでたからね。ガルキッサですか、うん、へー、だからガルキッサ詳しいんですね、はい、はい、コロンボから10キロぐらいだから南に、はい、ぜひコロンボとか行ったらガルキッサも行ってほしいですね。そうですね、何があるってわけでもないんですけど、でもマウントラビニアホテルはすごい綺麗ですよね。はい、いいですね。私も1回行ったことありますが、建物が真っ白で、はい、すごく綺麗ですね、はい、海が見えて、そうです、うん、まだパブリックシェフもいらっしゃるんですか、もちろん我らが、我らが今年ツアーやりますから、おパブリックシェフツアーをね、いいですね、はい、いいですね、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということで、ということで、はい、マウントラビニアが、はい、ガルキッサでした、はい、はい、今日はですね、スリランカの地図の地名ですね、うん、英語名とシンハラ語の名前がちょっと違うものそうですねをお伝えしました、はい、特にキャンディーマハヌアラは分かっているとだいぶ違うと思います。そうですね、ヌアラで言ってみてくださ、はい、ヌアラ、はい、ヌアラって言ってください、はい、ぜひ、はい、あ、今違うじゃない現地で
キャンディー行きたいっていう時にではあ、そうですね。あとローカルバスに乗る時なんですけど、うん、コンドスタラがこう行き先を叫んでんですよ、うん、なんとかなんとかなんとかって、うんうん、その時キャンディーキャンディーキャンディーって言わないでヌワラヌワラヌワラって言ってます。そうですね、うん、それがもしキャンディーって分かってればヌワラのバスに乗れますので、それは文字読んでる暇ないですね。あーって言っちゃうから、確かにキャンディーキャンディーとは言わないですね。キャンディーキャンディーとは言わないですね、はい、はい、ヌワラヌワラですからよろしくお願いします。はい、はい、ということで地名を紹介しました。はい、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ほい。